そう、どうもこんにちは、元ジャーナリストのゴミ安坂です。なんでこんなスタイルから始まったかっていうのは今日のおまけ動画見てもらうとわかるかと思います。カメラを持っているのは新しいメンバー8でございます。これキャラバンのマイルームという車、まあ僕はハイエースのアルトピアのキャンパーを持ってるじゃないですか、まあキャンピングカーを。だからこれすごい注目していた車で、まあ日産が作り上げたもので、まあキャンパーのアルトピアノは、まあ、あのトヨタさんが作り上げたというよりもあれはモビリティ神奈川さんがまあ、作り上げたものですので、まあだからメーカーの仕事でないって言われたらそこまでなんですけど、でもねこれ680万円アルトピアのキャンパーは俺500万円ぐらいでしょ。やっぱあれお得なんだな。いやしかしねこれ作りがすごい。ちょっと寄ってきてもらうと、これカーテンも全部あるでしょ。でカーテンの後ろとかもしっかりとこれちゃんと止まってて、中がほんと見えないように。で後ろ見てもらうと、ほら今スクリーン下ろしてあります。だからこれシアターみたいになるわけですよ。なのでこういうシアタータイプになって、この机も移動ができます。なのでプロジェクターを置いて映して投影して、だからこれ移動先で映画とかが見れちゃうとかっていいですよね。でうちのキャンパーアルトピアノはまあシャワーがついたり冷蔵庫ついたり、まあそういうのはあるんですけども、でもこの部屋っぽい内装のこの作りが超おしゃれ。これお見事お見事。あ、だからマイルームか。そっかそっか。だからマイルームを移動させようっていう、そういうコンセプトなのね。これカーテンね、僕最初別にカーテンこんないらないだろうって思ったんですけど、車中泊するとやっぱねこのフロントガラス越しに結構見えたりであるとか、そういったのがね全然これカーテンあると全く気にならなくなるので、これいいですよね。まあ細かくは発表会の時に僕動画作ってますので、ベッドとかも簡単にこういう風に上げることができるので片手でね。でさらに間接照明とかもついておりますし、まあ照明だけはうちのキャンパーアルトピアノキャンパーの勝ちだな。あの照明すごいからね。まあ何にせよそちらも今度、まあ時間も経ったので改めてちょっとお伝えしようかなとも思いますけども、この乗り味気になりますよね。さあちょっと行きましょう。乗り味チェックです。ちょっと車一周してみますか。外見、はい、ボタンを押して、あ、これねハイエースってこっちのレバーとこっち側からもレバー操作できるんですけど、キャラバンはできません。これ特許が関係してんのかな、なんかあんのかもしれない。だからボタンを押さないといけないっていう。だからハイエース乗りの人は結構ドア閉める時に結構ね、あれ操作できないじゃんみたいな、結構困るかもしれない。はい、後ろ開けるとこういうスクリーンがあるから、スクリーンは巻き取る。でこれ机はこのまんま抜いてあげて、でここで、はい、カチッロック。だからそうするとここでガタガタ言わず、ここに、はい、まあ荷物とかがバックドアに当たるので、バックドアのこのインナーとかもこれしっかりしてるでしょ。これほんとねおしゃれおしゃれ、しっかりしてる。で片手で跳ね上げて、このままだとほぼね自立しようとするぐらい簡単楽なんですよ。で、はい、ロックしましたっていう。へえ、この辺りね、あ、運転する時なんだから、まあこっちはどっちにしてもブラインド開けてようが閉めてようがもう見えないから、こっちはブラインド開けておきましょうよ。さあちゃんと開けておいて、はい。でさらに照明もここでオンオフができます。でリモコンでも調整ができます。でさらにこれは今通常のジョインモードですけど、これ逆側にしてあげると、はい、今立てました。でこれを寝かしてあげたらこれでソファーモードになるんですけど、こっち側のソファー側に使う時のこれクッション柔らかいんですよ。シート側として使う時のこっちは硬いんですよ。なのでシートとして使うかソファーとして使うかで表と裏の硬さが違うって、この辺りも憎い作りですよね。さあじゃあ試乗していきましょう。あ、ちなみにフロントフェースもう一回映しましょうか。フロントフェースはこういう見た目です。はい、外からこういう部屋になってるって全く思わせないところもいいところだな。だから中開けて、おお、すげえじゃんっていうね、なんかこういった驚きもある車です。ハチがここまで乗ってきてくれたんですけど、ハチ曰く、ハチはうちのアルトピアのキャンパーもたくさん運転してますので、ドリフト行く時それと比べるとすげえ乗り心地がいいそうです。ちょっと楽しみですね。じゃあ試乗開始していきましょう。スタートです。
さあ行きましょう、市場です。まあいつもとは違うルートと言いながらも、こちらも結構ねたまに使ってますので、なんか今日本語変だったけど、まあ行こうか、もう勢いで。今日オープニングからもう変だったからね、はい、すいません、本当オープニングふざけてしまって。いやなんかね、この室内をいろいろチェックしてたら、なんか楽しいなんか気持ちになってきちゃって、思わずあんなふざけてしまいました、すいません。いやー、おまけ動画まで見ていただければ、あのテイクあれ3ぐらいやってますね、もう、うん、まあまあいいんですけれども、っていうか乗り心地いいんですけど、なんでマジで、あのハイエース以上に乗り心地がマジでいい。いやこの乗り心地はいいよ。え、これそっか、ハイエースで考えるとスーパー GL 扱いになるからこんなにいいの。いやマジ乗り心地がいいよ。いやちょっとタイヤはこれ最後にですね、こういうタイヤでしたっていうのをお伝えしておきます。まあでもタイヤサイズもハイエースと変わらないですもん。だからまあ今僕が履いてるタイヤってことで、そのスタッドレスタイヤ16インチ、うん、ですもんね。あ、やっぱね後ろが若干重たい動きはする。これハイエースのアルトピアノでもします。やっぱりキャンピングカーとかこういう仮装車になると後ろが絶えず荷物積んでるような状態になるので、まあそういった意味では後ろが若干重たいで、車両重量で言っても若干重たくはなる。これで車両重量で2トン前後か、モデルによっても若干違いますけど、これ重たい方だから 2.1 トンぐらいあるってことか。はい、今テロップが正確でございます。でも昨日ねここであの強風のためにもうトラック倒れてましたからね、びっくりしちゃった。この橋脚がなかったら海落ちてんじゃないのって思うぐらい、うん、あれびっくり。いやーしかしハイエースを普段乗ってる、うん、身からするとなんて言うんでしょうね、こちらのディーゼルの方が僕は好き。あの力強いんですよ。ディーゼルの特徴を低回転トルクだというならこちらキャラバン選んだ方があのいいと思います。なぜならハイエース300ニュートンしかないですけど、こっちまあ排気量向こう 2.8 かな、でこっち 2.4 しかないんですけど、排気量はだから排気量は圧倒的にハイエースの方が勝ってるんですけど、最大トルク値がこっち370ニュートンあるんですよ。ハイエース300ニュートンしかないんですよ。馬力は向こうの方があるんですよ。馬力向こう150馬力ぐらいなので、こっち130馬力ぐらいなので、だからねそういった意味でもキャラバンもともとね僕は結構好きなんですけど、キャラバンで気になるのはまず後ろのドアのドアノブが扱いにくいよねっていう、なんかね前からも後ろからも開けれるっていうか、レバー操作ができるとなんかやっぱいいなっていうのは、まあハイエース型ですよね。だからまあそれが一つありますし、あとねまあでも気になるの、なんでそのなんていうんでしょう、ハイエース選んだのってキャラバンじゃないのって言われたら、いや単純な話でアルトピアノみたいな、だから室内に泊まれる車がなかったからですよ。だからこれが出てくると、もしも当時アルトピアノキャンパーじゃなくてこのキャラバンのマイルームまで一緒にもしあったとしたら、そのリリースされてたとしたら、ゴミちゃんだったらどっち選んだか。いやーごめんなさい、これね借りておいてこんな話、アルトピアノキャンパー選んじゃうかもな。アルトピアノキャンパーの最大の魅力ってそのなんていうんでしょう、安さなんですよ。僕の仕様でも500万いかなかったので、だからフルフルにオプション入れても500万いかなかったんですよっていう、やっぱ仕様が。で、スーパー GL の一番上で作ったとしても520万円ぐらいなんですね。だからこれ680万円なので、だからそうすると、100だから60万円ぐらい違うってことか。でも、内装、後ろ見ていただいたと思うんですけど、後ろの内装とかのあの、この壁ね、ほんと部屋感の漂う、あの壁の作りとかで考えると、キャラバンのこちらの方が1枚も2枚も上手っていうところにはなりますけど、あれをどこまで求めるかね。僕の今の感覚で言うと、僕は求めたい。なぜかっていうと、窓ガラスとかを塞ぐ、そのカーテンとかブラインドとか、それらが、やっぱ欲しいって気持ちになってくるんですよ。車中泊すると。で、もちろんそこになんか簡易型のもので目隠しするのもいいんですけども、でも、簡易型のものってね、どうしてもなんか見た目が、安っぽちくなるっていう言い方は、なんか良くないかもしんないけど、まあそうなっちゃうわけでございますよ。質感は保てないでございますよ。
でも後ろのブラインドとかも含めてすげえ質感高かったでしょ。じゃあそこにゴミちゃんは150万とかを払うのかよ。悩ましいよね。すげえこっち内装の仕立てだけで言ったらもうこっちが本当いいです。でシートもクッション性後ろも良くて、で実は運転席のシートクッションもいいんですよ。キャラバンの方がハイエースよりもそれもねあるんですよ。だから運転してて長距離走るっていうならごめんなさい、もうこれはっきり言っちゃいますけどキャラバンの方が僕はおすすめなんですよ。これ、ま、前からおすすめなんですよ。長距離とか乗員に優しいのはキャラバンなんですよ。でも売れてるのはハイエースかもしれない。でもいいから売れてるっていうそういう話じゃないじゃないですか車って。だから僕はねやっぱキャラバン、まあ、改めてやっぱいいな、こういうのと静かだし、なんでこんな静かなんだろうねキャラバンね。だから静かさあるし乗り心地の良さあるし、だからここまでキャラバンが仕上がってるとプロパイロット欲しいよね。日産さん商用車キャラバンにプロパイロット絶対入れた方がいいですよ。少しでも早くでも入れた方がいいですよ。ハイエースにもう武器として勝とうと思った時にはやっぱプロパイロットを入れるか入れないか、ここ大きいと思います。でハイエースに先にそれをやられちゃったらもうまた、うん、その差は埋まらないので、こんだけ商品力高いんですけどシートクッション性の良さとか長距離疲れませんとかは乗ったことある人は実体感としてわかるんですけど、乗ったことない方からしてみたらハイエース乗りからしてみたら、いや長距離すげーシートとかもいいから疲れないんだよって言っても、だからといってキャラバンに行く理由にはあんまりならないんですよね。決め手にはならないんですよ。腰とか痛めてる方にとってはなるかもしれないですけど、だからそう考えるともっ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 と強い飛び道具が欲しい、必要。そう考えると早くプロパイロット運転支援をこの車に入れた方がいいと思います。そうしたらちょっと変わるんじゃないのって思う。だからシートいい、エンジンいい、ハンドリングもこっちの方がなんか運転は僕はしやすい感触で運転はしてます。だからドライバーズカーとしてはハイエースじゃなくてキャラバンなんですよ。え、今度比較やってみます？いや、キャラバンとハイエースの比較はみんなそんな見たくないでしょ。え、見たい？今度通常のこういったキャンプ形式の後ろが部屋とかになってるとかそういうのだと別要素が増えちゃうから、今度素のハイエースと素のキャラバンでやってみるのは面白いのかもしれないな。快適、すげえ快適なんですけど、僕これでドリフト行きたい。だからキャンピングカーとしてテーブルとかを対面でちゃんと座って使おうよとか、キャンピングカーとしてで考えたら絶対アルトピアノキャンパーなんですけど、コンセプトがちょっと違うので全然、その完全こっちは部屋として使いましょう、部屋っていうのもリビングとして使いましょうっていう、でリビングにソファーベッドあるようなイメージですよ。だからそういう使い方のこのマイルームに対してもう完全なる台所とかシンクまであるので、あのアルトピアノキャンパーだから完全に生活がそこでできますよっていう、生活として捉えるか車中泊まで含めた、部屋として捉えるか、そこの違いはやっぱありますよね。どっちが皆さん好みです？いやー、これ永遠の課題だよね。難しいよね。後ろ見やすいし、なんか後ろ振り返った時にこうね、マジ部屋、後ろにクッションがあるのが普通だもん。だから部屋にあるソファーにクッション置いてありますみたいな、この見た目がこれまた、いい。お、力強いよ、力強いよ。370ニュートン、力強い。ちょっと後ろ振り返りたい。いやマジ静か、ほんと静かです。これキャラバンさらに静かになってんじゃない？これ静粛性やってるんでしたっけ？すいません、もし開発の方見てたら教えてくださいって。なかなかコメントできないですよね、しづらいですよね。でもなんか静かなんですけど、キャラバンってこんな静かだったっけ？圧倒的なる静かさの違いあるんですけど、やばい、これだけ乗るとマジで乗り換えたいけど、ちょっと高いんだよな。これがリセールどうなるかだよね。だってサイズ感とか全部一緒なん
長さ約 4.7m、 幅約 1.7m、 まあ弱ってつけた方がいいですかね、 1.7m 弱、 4.7m 弱、高さも 2m 弱、1975ですもんね、こっちハイエース1980とかでしたっけ。 5mm ぐらいしか確か違わないんですよ。いやーいいよねやっぱね。あ、ちなみに今のずーっと見ててお分かりだと思うんですけど、右折車すげえ長く列作ってる時は今みたいにぐるっと回っちゃった方が実は早かったりします。ここの今の通過の仕方、僕ただ単に U ターンしてきて右折がすっごい混んでたから U ターンしてきて左折で曲がったっていう、こっちの方がね、さっきのほど並んでるとあそこ信号1回では行かないので。マジかー、マジいいじゃん、いいじゃん。あ、ちなみにアンディつけております、アンバサダー僕やっております。これおまけ動画です。おまけ動画は今日の8のテイク1の後に、はい。お、これ今鈴外に鳴る状態で置いといたのにこれ鳴ってないってやべえ、すげえ乗り心地がいい証拠です。これ僕カバンにあの鈴つけてるんですけど、この鈴いつも中にちょっと押し込んで鳴らないようにしてて、でもこれ鳴る時あるんですよ。その時の周波数帯もなんとなく自分では把握してるんですけど、外に出しといて今初めて鳴ったって、これ相当乗り心地いいですよマジ。ハイエースの人乗ったらびっくりすると思う、この乗り心地の良さ。え、ちょっと待って、キャラバンと全く違うのかな、このマイルームが。いやー、ちょっと興味出てきた、ハイエース対キャラバンやってみよっか、マジでいいから比較、興味あるよね。うん、いや個人的にね。3、2、1、5、370ニュートン。おお、やっぱね、強い強い強い、モリモリか。おお、モリモリするじゃん。おお、力強いよ。いやー、ちょっと欲しくなってくる。オルビティ神奈川さん、アルトピアノキャンパーからこっち来たらダメ？いや、モビリティ神奈川さんとはね、僕が唯一ですよ、ほんと唯一、頭が上がらないってわけじゃないですけど、なんかすごく、よくしていただき、恩義も感じておりっていうね、そういう関係性、まあそういうの僕隠さないんで。だから別にあのモビリティ神奈川さんのアルトピアノキャンパーだから乗ってたってわけじゃなくて、アルトピアノキャンパーすげえ良かったから、まあそれは乗ってるんですけど、今改めてそれをちょっと超える感じの車がここに出現です。どうしよう、なんか初めてアルトピアノキャンパーのあのハイエースを買い替えたい気持ちになってきた。でもちょっと高いよね、680万だよ、700万だよ、700万でゴミちゃんそれ買うのって言われそう。アルファード買えるよって、ハイエースあるんだから、ハイエースもう長距離乗ってたって痛まないんだから、それずっと持ってんだよゴミちゃんって言われそう。いやでもさ、乗り心地が良かったらもっともっと積極的にいろんなところに乗ってきそうじゃない。それだけのこのシートの良さと、なんかね、静かさ、乗り心地の良さ、快適性がある。これは、まあ、ハイエースのアルトピアノキャンパー止めてからはすごく、いいんですよ。やっぱ、あの、多目的ルームがね、ああいう移動してる感じで、移動、目的地に着いてからはいいんですけど、移動が、やっぱ若干、ちょっと気になるんですよ。いやーどうしようかね、これちょっと今日はあまりにも特殊車両なので、あのいいからスコアもつけないし、3215もやらないです、やらないやらない、やってもしょうがない。さっき3215に近いものやったでしょ、お台場で。いつものやっても、え、やる？いやでもやってこそだよね、いつも毎回ブレない姿勢でやろうと思ったら、やっぱ同じ環境で一回やっぱやった方がいいから、行こう行こう、やっぱこんなところで、時間とか労力をケチってどうするっていう、こういうのをね、めんどくさがった時には必ず、ツケは払うので、だからこういうのを、だから人がめんどくさがってやんなそうだなって思うものをコツ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 続けてった先にすげえものが手に入ったりとかやっぱあるんで、だから心構えで言うと今の僕の心構えダメですね。だからちゃんとやります、はい、すいません。だからやっぱトイレ掃除とかそういうのも、なんでこんな話になっちゃった、だから
やっぱ違うんだろうな、ああいうのもやっぱ、うん、まあ僕水回りすっげー昔から掃除しますけどね。トイレはさすがにやんないけど、トイレ以外の水回りは結構僕手でも掃除するかな。細かいところにやっぱ、うん、やりやすいんで、うん、まあそんなことはどうでもいいとして、いや快適だよ、快適快適、ほんと快適です。ブレーキもうちょい強くしてほしいかな。まあそれはハイエースも一緒ですけど、やっぱブレーキ踏むと初めて、ああやっぱ重たい車だよねっていう感じがある。あ、ちょっと待って、これ肉だ、肉だからこんなに乗り心地がいいのか、それもある。いやー、キャラバンで肉と四駆乗り比べたことある方教えてください。肉と四駆結構違う。まあ、ハイエースは若干違うんですよ、やっぱ肉と四駆で。四駆の方が良さそうなイメージを思いきや、ハイエースはね、僕若干四駆の方がなんか硬い感触するんですよね。ぜひちょっとキャラバン乗りの方で肉と四駆の違いご存知の方は教えてください。これ今回は肉のはずです。 FR です。僕のハイエースアルトピアノは四輪駆動です。なので雪道とかもあのまま行けるっていう、そういうのも、うん、狙いながらの、まあ、車として、うん、考えております。まあだから680万円でしょ。でこの車両で言うと、まあ細々したのは覗いておいて、このはナビは超小さいね。まあこの辺りの小ささはでもハイエースも一緒か、ハイエースよりも若干小さいような気するけど、これアダプター外側がこれもうちょっと大きいのも入れれそうだね。まあ何にせよナビゲーション周りで18万円ぐらい。あとこの色サンドベージュのこれも専用色なので、これも18万円ぐらい。だから、あ、やっぱ乗り心地いいよ、すげえいいよ、ほんといいよ。あのほんといいよって乗用車と比べてるわけじゃないですからね。こういうキャンピング系とか、まあハイエースとか商用車系の中で考えた時にすんげー乗り心地がいいですという、そういうお話。いやー、今おしゃれなポルシェ発見したな。あれおしゃれだね。あ、何かで、あのナンバーが991型だったんですけど、要はポルシェ911の、まあ、型としては991型で、991と911、4桁のナンバーの中に両方入れ込むためには9911にしたら両方読めますもんね。911としても読めるし、991型としても読めるしっていうね、ナンバーの方がいらっしゃって、いや、おしゃれでしたね今のね。なんかナンバーでああいう風に遊べるっていいな。まあ僕も散々自分のナンバー遊んでますけどね。まあ最近隠してないので、まあ動画の中にも何回か出てるかとは思うんですけど。さあ、じゃあちょっと時間飛ばししていつものところまで行きましょう。どうぞ。3、2、1、5。おお、力強い力強い力強い。おお、いいじゃんいいじゃん。あ、後ろも結構収まってるじゃん。足も結構いいと思う。あ、マジいいじゃん、マジいいな。ハイエースよりもこんなにいいの？ちょっと今度本当に比較してみよう。これがマイルームだからこうなのか、もう逆の話でキャンパーのアルトピアノにして重くなっちゃうとああいう乗り味になっちゃうのか、そこがわかんない。これでもってハイエースとキャラバンを語るべきではない。だから今度マリオさんも呼んだ上で、いいから比較として、ちょっとやりましょう。キャラバン対ハイエース。ちょっと興味出てきた。結構そこ知りたい方も多いんじゃないですか。いや、うちの仕事現場とか、うちの工事現場とかすげえ長距離多いから、絶対にな乗り心地がいい方が欲しいんだけど、どっちがいいのかわかんないよね、みたいな。確かに、まあ、工事現場行ったらハイエースとかキャラバンたくさんあるんですけど、もう永遠のライバルみたいな、永遠のなんか、そこってどっちがいいのって、なんか、誰もあんまり、なんか、明確にこうだよって言ってるのはあんま聞いたことないんですよね。だからそれで考えると、ちょっとそこに一石ポンって投げ入れてみようかな。ちゃんと比較してみて、グレードも合わせて。なかったらレンタカーで借りてみようかな、ハイエース、うん、キャラバンも。ちょっとやってみよう。ちょっと興味出てきました。すんげえ乗り心地いいですから今。だから後ろの席とかもやってみたいよね。いや、ここの路面をこういう風に今着てること自身が、これ今いいから動画では
基本ナイトドライブ動画とかドライブ系の動画じゃないと出さないってことですけど、なぜ出さないかってあまりにも乗り心地が悪いから、これ普段こんなとこ走ってもっていう、あのどれもみんなの乗り心地悪く感じちゃうんですよ。今これすっげえ吸収してるんですけど、それでもこんなに揺れるんですよ、まあ、だからあんまり参考にあんまりにもならなすぎるから使わないんですけど、いや今この環境をこういう風に走ってくれるご自身がすげえと思います。まあということで、うん、まあこれはちょっととてもいい知見がたまりました。いやなんかキャラバン乗ってよかった、これマイルーム。いやもうちょっとだけ本当に日産さん安くなんないですかね、これを600万ぐらい。いやあんな80万下がるわけねえだろって絶対言われるね。いやせめて30万下げて、うん、なんかねそれが欲しいね。まあこれあのローンチエディションなので、まあだからまあその値段っていうのもあるんですけど、要はこれフルオプション車です、もう簡単な話。だからまあ680万円っていう価格なんですけど、まあ僕が買う時はやっぱフルオプションでやっぱ買いたいんで、まあやっぱこの価格になっちゃうんだよね、うん、まあ何にせよ、はい、キャラバンマイルーム注目していいかと思います。改めてキャラバンにも注目してもいいかと思います。ということで今回も最後までご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。イカライフをウォーキンザエルメス、うん、なんでエルメスだけ言った、はいすいません。さあどうもこんにちは、モーターアナリストのゴミ安坂です。さあどうしました、どうしたの、何どうしたの、こっちだと思ったこれおまけ動画で使われるからね何こっちに、打ち合わせ通りこっちにいると思ったら後ろから出てきて、何何びっくりした、何どうした。さあ今日最後の負け動画、まあ先ほどの負け動画を楽しんでもらえたかどうかわかんないですけども、さあ今日の最後の負け動画は、さあアンディでございます、いいデザイン損保アンディです。まあぜひともお見知りおきを、あの僕アンバサダーをやっております。まあとても本当ねいいんですよ、社会貢献もしてますし、今の環境をより良く、まあするためにっていうところで、まあ結構ね企業側からの予算、まあこれアンディをつけると簡単な話事故率が低減になるので、だからその分保険会社からの支払い額としては少なくなるんですね。でそれを懐にあのいいデザイン損保としては入れるんではなくて、社会貢献として、要は少しでも安全な車社会手にするためのまあ自治体と協力して何かやったりとか、そういうのにも使ってるんですね。まあなのですごく協力をしております、僕は応援をしております。で今日もうちょっとアンディ見てみましょう。アンディ立ち上げました。今日ははいレポート見ると、あちなみにやっぱすごいでしょこの部屋感。今これどこで撮ってるかって実はもう自宅の真横ぐらいです。でもどこか全く分かんないでしょ。だからこういう部屋感いいよ、うん、すごい。やっぱ欲しいな、この車。そういう風になってくる。で、カーテンとかって、実はこれ簡単に今ついてますけど、このカーテンってね、あの、自分でつけようとするとすっげえ大変なんですよ。こんなバチッとつかないんですよ。このカーテンのフレームできたらちょっと色付けしてもらうとかやってほしいけどな。まあ、そんな家でもやってるとこないですけど、うん。こういうのがしっかり立て付けがしてるのがいいし、このカーテン結構高級感あるね。はい。いいと思います。で、今日は、はい、9.5 点撮っております。まあ、今日、うん、あの、いつもの場所、もう逆流するような形ですもんね。はい。公園を出て、ずっと行って、恐竜橋渡って、はい、レインボーブリッジ渡ってという形で帰ってきました。で、芝公園で U ターンしてまた乗って、はい。で、まあ、どこって今ちょっともうバレちゃうから、はい、これ以上はちょっともう行かないんで行こう。今日はもう全般的に、ほら、急加速3回。やっぱさ、急加速、ディーゼルの加速すげえ強いから、ちょっと詳しく見ていこう。やっぱ結構出るんだね。はい。12時54分にまずは、はい、1回どこで？あ、ここか。はい、3215ですね。やっぱり3215で急加速が出ました。2回目はどこ？あー、北の丸ね。北の丸でスタートするときに気持ちよく踏んじゃったんだ、僕。あの、折口です。
ここ一時停止からの、左折なんですけど、はい、すいません。で、もう一個。ああ、もう一個 U ターンだ。はい、ここ U ターン路があって、U ターンから、車も、遠くですけど来てたので、フル加速したの忘れてました。はい。今日は急ブレーキと急ハンドルがなんか工事してるね。すげえね。はい。一回もなかったので、まあ、こういうのを、まあ、後で自分で客観的に見ることができるっていうのが、このアンディの良さです。いい運転すると、ハートもどんどん溜まりますし、まあ、あとね、保険料も本当安くなるからおすすめもしてます。保険料ってやっぱ走った距離に応じて、絶対保険料って変わるべきじゃないですか。だから、たくさん走る人も少なく走る人も基本的に一律の料金ですよが、これが結構もう今までの保険業界の当たり前でしたけども、それを変えてきたのが、このアンディとかセンサーを積んでるものができることなんですよ。要はセンサーを積んでると実際どのぐらい走ったのかっていうのが分かるじゃないですか。それができると、いやあなたはどのぐらい走りますか、いや僕年間あんま走らない、2000キロも走らないんです、1000キロぐらいですっていう方と2万キロ走る人が一緒だったら、これ不公平じゃないですか。だからそういう少ない距離なら少ない距離なりに国葬を下げれる、要は保険料を下げれるっていうところで、だから保険料も安く大概の方がなると思います。でも実際2万キロ走ってるのに1000キロしか走ってないですっていう人に1000キロの保険料で、これはできないじゃないですか。じゃあどうやってお客さんが走ってる走行距離って管理するのって言った時に、調べるのって言った時に、だからアンディとかのああいうセンサーが、生きてくるっていう。だからアンディのセンサーは様々なところに、ユーザーメリットをもたらすためにも、その金額を安くするっていうからくりの源にもなってるので、結構そういった意味でも本当おすすめしております。保険切り替える時にいいデザイン損保アンディ覚えておいていただけたら幸いです。ではでは。